私が王子と愛王子の、共演作の中で一番衝撃を受けた作品はヤリチンビッチ部です。ジャンルとしてはBL 作品ですが、はいはいはい、内容はギャグ要素が多く世界観がぶっ飛んでおり大好きな作品です。ドラマ CD のフリートークはキャストさん全員がテンション高く楽しそうで、毎度爆笑しておりました。王子と愛王子の初めての共演作品がこの作品だと別で、話されておりましたが、うん、改めて初めて共演した時の感想を教えていただけますと幸いです。初めての共演がこれだったんですか？なんかがっつりメインで、掛け合うとか、関係性がすごくあるみたいな感じの作品がこれ、っていう認識かな？え、ね、愛王子が受けですか？いや、あのね、俺のキャラは、俺がやってるキャラは、そういう感じのシーンが今のところない。発売してる感じだと。そうそう。俺もない。まあ、でも、受けです。はい。小林くんは受けです。受けて攻めやったことないの？攻め？あるよ、一回だけ。あるんだ。あるのある。俺、増田俊樹攻めた。マジ？俺もね、一回だけ攻めある。本当に？俺ね、前野さん攻めた。俺、前野さんには攻められた。前野さんって攻め側だよね、本当。お二人は、まあ、受けが多いですもんね、きっと。もう圧倒的に ね、受け声ですよね、我々は。しかも、まあ、今のところ、まあ、なんだろう、短編っていうよりも、もう、関数が続いてる漫画で、もう人数がね7人ぐらいいんのかな、先輩たちはみんなそういう関係になってんだけど、ただれてて、1年生の俺ら2人とあと浜野大輝がやってる役があるんだけど、それは今のところまだ純潔を迷うと思ってて、へえ。ちなみに浜野大輝が攻めで、小林くんが受け、多分関係性的には、っていう感じになりそうな雰囲気はあるよね。そうだね、おそらくそうなるでしょう。だからこことここがつながるのはおそらくないんじゃなかろうか、多分。両方ともじゃ作中は受け受け受けっぽい、なるほど。どうかな。いや、どうなんだろうね。タムタムキュン攻めちゃうんじゃない。いやー、それはすごいな、その展開は。それはそれで、うわー、2人だったらどっちが受けか、どっちが攻めなんですかね。僕が受けでしょ。なんでちょっと嬉しそう。でもそうかも。いつも攻めたいって言ってんのに。そうだな。なんかね、村瀬さんだと受けになっちゃう。あゆにはちょっと攻められてみて。